ここにあったわ。いろいろとうるさいね。はい、これカブトムシ歌います。すごい、本当。悩んでる体がつくて、指先は凍えるほど冷たい。どうした、早く。あ、ちょっと待って、これさ、確かさ、はい、覚えました。ありがとうございます。はい、覚えました。少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、甘い匂いに誘われた私はカブトムシ。流れ星流れる苦しい嬉しい胸の痛み、生涯忘れることはないでしょう。生涯忘れることはないでしょう。少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、これがいいな。トゲピンの鳴き声、トゲピンの鳴き声はね、どんなんだった、ちょっと待って、トゲピンの鳴き声見てよ、この頃からさ、もうハゲてるやんもう、実は検索。これまで戦いは数でした。アップデートが変えてみせます。さあ、トゲピートゲピーはちょっとね、調整してるのごめんね、まだちょっと慣れてなくて俺のトゲピーはね、やっぱ全身でやっていくから。これどんな状況なの、過去の京一郎が見てる京一郎を見る京一郎になっちゃってる。これとんでもないことになってる。今京一郎フィルター3つ通してるよ今。下からね、変わらんやん。もう湧き上げてくる感じ。
かっこよくなってほしい。任せろって。歌詞知りません、ジージーと。なんだっけ、あー、かっこよくな。俺はハイド、俺はハイド、俺はハイド。そう、気づいたいさ、どんなのに出会えた、僕はまた、ないだいだに、strange な me よ。ただどいさ、今日と変わらないから、別の何承知した気の気もかつてまだ歌えいつまで泣きに マイクが、あれ？マイクおかしくなっちゃった。ねえ、マイクおかしくなったって。ちょっと、マイクおかしくなったって。マイク、ざけんなって、おい。ちょっと、もうちょい歌いやすいやつにしてよ。多分歌える？悪口の天才じゃん。存在自体が地獄みたいな男じゃん、もうこれ。アニソンいいね。おい、今乳首は頼むからやめてくれよ。シンプルにいいぞ。お、あなたは髪の毛ありますか、ありますか、ありますか、あげはげ、そんなのやだ、髪の毛消え去ってゆく、ハゲパゲハゲパゲハゲパハゲパゲハゲパゲハゲパ。まあ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 、あ、なんかメドレーとかいいな。
おいおい、私が誰かって、イタリアの俳優カルト・フォルゴレさ。そうではなく、何しにここへ。絶世の美男子、イタリアの英雄ファルコ・フォルゴレさ。だから戦いに来といて、何お前はナンパに行ってるかを。おいおい、僕の CD が欲しいって。ほら受け取りな。プレゼントするのはファルコ・フォルゴレさ。父を思げ、ファルコ・フォルゴレ。仕方ないな、踊ってあげるよ。ファルコ・フォルゴレ。チチチチオッパイ、ボインボイン。チチチチオッパイ、ボインボイン。モゲモゲモゲ、ワウ。モゲモゲモゲ、チチオモゲ。モゲプルルンポヨモゲ、モゲプルルンポルモゲ、まんまるチチチ三角オパイロケットボイン。優しくいきなりボインより、フレンジョリ。これまで油断してどうする。これは敵の巧妙な作戦だ。チチチチオ、モゲ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 、チチはモゲモゲ。ポケモン、今からポケモン見たら、あ、なるほどね、逆にね。札幌に住んでる人って、寒いわけじゃないですか。でも、なんで札幌が好きなのっていうと、飯うまいって結構多いんですよね。要は北海道って野菜も取れるし、魚も美味しいし、で、その新鮮なものが食えるわけじゃないですか。っていう幸せがあるんですよ。で、フランスも農業国で、まあ、野菜も取れるし、肉も普通に取れるので、割と安くて美味しいものが食えるんですよ。なので、普通に暮らしてて幸せですよ。フランスでうまいものあんの？肉、乳製品。まあ、チーズのレベルはやっぱり高いんじゃないですかね。安いし。僕別にもともとチーズそんなに好きじゃなかったんですけど、最後にこれだけ。いや、もうほんとラストな。これもラスト。め、ね、恵子さんがおるわけや。というのは、桃田君が見たその恵子さんというのは、おばさんに当たるわな。そう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 。ほんで、その恵子さんがね、嫁いで家を出て行きましてね。いや、誰を嫁いで出て行った、まあ、話よう聞けや。何？誰が嫁いだ言うてん。嫁いだやん。代々続いてる和菓子屋さんやから。うんうん、だからその桃田君をやね、おじいちゃん、おばあちゃんが、まあ養子にしたわけですわ。あ、養子ね。せやから今までおじいちゃんおばあちゃん言うてんのにはね、お父さんでありお母さんになったもんやから、桃田くんがまたこの言い方を変えたんだ。ほな、おじいちゃんはどない言うてんの？そらおじいちゃんであり、まあお父さんであるから仲を取って、おじとうさん。え、おじとうさん？いや、ほんまの話じゃないの。ほな、おばあちゃんは？そらお前おばあちゃんであり、お母さんやからやね、おバカさん。いや、ほんまかわ。ほんまや。ね、で、そのおバカさんが、おばあちゃん、そうそうそう、養子になって3年目ぐらいの時にはね、亡くなったよ。あ、お亡くなりになった。そうそうそう。で、その桃田君は養子になってはね、後継いで何年ぐらい経つの？10年ぐらいなんね。あ、10年なのか。そうそうそう。今やまあ、本当に和菓子のええ職人さんになってまんねんで。おまかい。あら、こないだもうできたてや言うてね。うん、エビのね、お菓子もうて。あ、エビのお菓子。さすがうまかったな、できたってやがな、口の中で動いとんねん。嘘つけよ。先日、おじとうさん。いや、おじいちゃんやな。それも亡くなりやった。あ、おじいちゃんも亡くなりやった。そうそう。さあ、ここでね、ちょっと今問題が起きてまんねん。問題が。あら、ほんまにおばさんのやな。